どうもこんにちは。メンタルコーチの久保田康信です。コーチングや個人向けのコンサルティング、オンラインカウンセリング事業のモンジュの運営をしております。今日のお話は退職後のテンションのお話をしたいと思います。少し今回は自分の体験談も入ってます。私が長年働いていた職場を辞めてから最初にやり始めたことってツイッターだったんですね。ツイッター以外にもインスタも始めましたし、姪っ子に言われて TikTok とかも見るようになりました。正直在職中、前職の販売業にいた時はそういう SNS に一切興味はなかったんですね。ですけど勧められてやってみたら、 SNS の世界はすごく活力に満ち溢れた世界ということに気がつきました。 Twitter をはじめとする SNS は同じ境遇を持つ方と知り合ったり共感したりするツールとしてはすごく優れていると思います。だから元気をもらうことがすごく多いですね。フォロワーさんが多い人は行動力もありスピード感も違います。でもその Twitter を違う角度から見てみると、すごいポジティブで行動力があふれている人を見ると少し自分に劣等感を感じてしまうという側面もあります。私がツイッターをやって共感したなという内容は、ああ割とこんな起業した勢いのある人が多いんだなこの世界はということ、あとはみんなこんなお金を稼いでるんだすごいなということ、あとはもうすぐ退職しますだったり、退職した後直後の方も多いんですけれども、その人たちの前向きなエネルギーってすごいなっていうのをすごく感じました。私も同じような気持ちになっている部分はあります。例えば仕事を辞めるときは、確かにこれからやりたいことがあって辞めたっていうのはツイッターの中の世界にいる目につく皆さんと同じかもしれません。あとは前向きな退職か、これは正直半々なんですけれども、一部前向きな退職です。会社で働き続けるエネルギーがなくなってしまったっていう部分が少し後ろ向き、自分がやりたいことがあるっていうのが少し前向き、だからそういう自分のその後ろ向きな部分に着目してしまう、ネガティブな部分に着目してしまうと、途端にその SNS を中心とした、私の場合は Twitter なんですけれども、その Twitter で出てくるポジティブなイメージっていうのが逆に自分に不安を与えたり劣等感を与えたりしたっていうこともありました。当然 Twitter を中心とした SNS ではアピール合戦みたいなところもあるので、基本的に前向き発言っていうのが目立つんですよね。私のように販売業でいろいろな人間を見てきた人間からすると、大学生的なノリ、いい意味での大学生的なノリの人の方が目立ちますし、自分がこれからやりたい事業の業態によっては、自分の事業を成り立たせるためにこのツイッターの中でどれだけアピールするかっていうのは最適っていうツールとも思えます。だから自分自身とのテンションとの違い、このツイッターの世界の中の違いを見せつけられるんですよね。私は当然 SNS の中でも自分自身を奮い立たせるために前向きな発言とかポジティブなことも言ってました。でも自分自身の本当のテンションっていう存在もありました。退職後にやるべきことは決まってるのになかなか動けないとか、ブログも書くことをしていたんですけれども、ブログをなかなか書けないとか、パソコンで作業するようになって家から出なくなる、人との交流がなくなってビジネスチャンスを潰してるんじゃないかとか、今まではずっと外に働きに出てるのが当たり前だったので、ずっと家にいるっていうことに罪悪感を覚えたりとか、自分自身がやりたいことでお金を稼ぐには人と会って自分のことを話すのが近道と分かっているのに動けない、逃げてしまう、もしかしたら自分のやるべきことが分かってそれをやり始めたら失敗して自分が考えていたことが間違いだったっていうことに気づくのが嫌だったのかもしれませんよね。無意識の逃げみたいなものですね。退職して自分自身が本当にやりたいことに取り組んで、それがうまくいかなくてお客様が得られなかったり、お金にならなかったり、やろうと思って飛び出たのにできなくなり、失敗して自分自身の心を維持できなくなる、そんなことを考えてしまって目の前のことに取り組むことを後回しにしてしまう、そんなマイナスの分析もしてたりしました。でもこれがありのままの自分なんですよね。プラスのこともやっていればすごくマイナスなことも考える、ありのままの自分っていうのは表現するのはすごく怖いんですよね。当然 SNS の世界でもポジティブ発言をしている人も裏側はすごく自分のネガティブに向き合ってるかもしれない、苦しんでるかもしれない、でも SNS で知る限りはその世界をフルに活用して会いたい人に会ってるし、チャンスも広げてるっていうふうに見える。自分自身もテンションを上げて同じことをすれば同じように変化できるっていうことも分かってるけどできない、そんなことを考える前に動け、マイナス思考になる前に行動しろって言われるかもしれないんですけれども、なかなか動けないっていうのが割と本音な部分ではありましたね。そういういろいろあれこれ考えた時の年齢が私は45歳だったんですけれども、私がやっていた産業カウンセラーの学びの中に
こんな言葉がありました。人生の正午っていう言葉があるんですね。我々ぐらいの年齢になってくると、人生の正午から人生の午後になっているんですね。それは人生の転換期でもあるし、人生の危機の部分でもある。だからポジティブなことも考えるし、ネガティブにも引きずられる。いつになったらこの行動できない自分の殻を破れるんだろう。もしかしたらこのまま殻を破れなくて、全力を出すこともなくて、このまま何か最小限のことをして、やりたくもないお金のためだけの仕事をして、小さくコンパクトに人生を終えていくのか、もう熱くなる機会を得られないのか、こんなことを考える。せっかく長年働いていた職場を辞めて、自由になる権利もチャンスも得ることができたのに、退職して新しい人生を生きるぞっていう前向きのエネルギーを出力したら、後ろ向きのエネルギーも出てくる。これは法則なんですね。陽の気を出せば陰の気もある。どちらも大切です。どちらが良い悪いがあるわけではないんですね。後ろ向きのエネルギーの良さは、慎重さ、正確さ、計画等々の精度を上げるために必要なエネルギーになります。その後ろ向きのエネルギーも使いすぎると後悔することが起こるんじゃないかというマイナスに働いたりします。前向きのエネルギー、後ろ向きのエネルギー、バランスよく使うということが大切なんですね。でも人生にはこの揺れ動くエネルギーということがとても大切なんです。人生の正午であれば、人生の午前の頃の自分を見つめ、どうだったかという総括をして、人生の午後に向かっていく。前向きも大事だけど、後ろ向きを感じることも大事。その後ろ向きの部分を見ないふりをするよりも、そんな後ろ向きになる自分自身をも、それも自分だというふうに認めてあげること。そうすることによって、後ろ向きのエネルギーというのは活用されるようになります。バランスが取れるようになります。見て見ぬふりをして、無理して前向きの部分だけを取り入れようとすると、いつか必ず大きく沿った後ろ向きのエネルギーに自分自身が取りつかれます。私がコーチングで、人の心は常に揺れ動くものですよということをお伝えしました。揺れ動きながらバランスを取っているということですね。プラスに動けばマイナスにも動く。電流ならプラスがあればマイナスもある。そのプラスマイナスがあるからこそ電流なわけで、それが自分本体ということですね。確かに小さく揺れ動いていると感情のブレは少ないです。感情を大きく揺らせば感情のブレは大きいです。どちらがいいということはありません。人生を大きく動かすときには、大きく成功するとき、大きな幸せを得るとき、人生を大きく動かすとき、大きく成功するとき、大きな幸せを得るとき、人は前向きのエネルギーが原動力にはなるんですけれども、バランスを取るためにまた違う思考もやってきますよということですね。明石家さんまさんがこんなセリフを言ってました。人生帳尻が合うようになってんね。そこにもつながります。プラスもマイナスも帳尻が合うようになってるんですね。だから前向きの時も後ろ向きの時も、しっかり今の状況を受け止める。感じ取る。感じ切る。その今の感情を。それを味わうことが必要で、焦る必要もなく自分という人間を見つめる時期があるんだということを認識する。それが大切なんですね。それを感じ切った時に次のテンションがまたやってくる。それを楽しみに自分自身の感情を味わうことで、また次の感情がやってくる。そしてその次の感情はどんな感情なんだろうっていうふうにワクワクできるようになってくると、人生そのものを楽しめるようになってきます。今回は退職後のテンションという話から、前向きな考え方、後ろ向きな考え方、どっちも揺らされるけれども、どっちも大切なんですよというお話をさせていただきました。今日のお話は以上になります。メンタルコーチの久保田康信でした。今日も素敵な一日をお過ごしください。それでは。